それでは時間となりましたので始めさせていただきます。お、えー、失礼いたしました。えっと本日の資料は後日公開いたしますので、あの特にメモを取っていただく必要とかはありません。あの最後に Q&A セッションを設けますので、えっとモードあすいませんえっと Zoom の下にあるまあ、Q&A の機能の方からですね、随時ご質問ください。最後の Q&A セッションでまとめて回答させていただきます。 簡単に自己紹介させていただきます。本日、説明を担当させていただきます、武田と申します。モードでソフトウェアエンジニアやっておりまして、2019年4月からモードの中でですね主にアプリケーション開発を担当しております。本日ご紹介させていただきます、モビティクラウドのほか、センサークラウドというアプリケーションの開発を今現在は担当しております。よいしょ まずはじめにです、ねえー、とモードという会社について簡単にご説明させていただきます。えー、モードなのですが、えー、シリコンバレーで創業しましたスタートアップカンパニーでして、えー、2014年から、えー、もう6年くらいになるんですかね6年ほど、えー、IoT に関係するプラットフォームであったりアプリケーションを開発している会社になります。えー、本社は、えーとまあ、アメリカにありまして日本にも支社があります。 創業者はですね、日本人である上田と、えー、アメリカ人であるイ、e、ーまあ上田が CEO でイー、e、さんが CTO、まあ、2人で創業した会社となります。っとすませんえっと、何をしている会社か、何を作っている会社かということなんですけれども、まあ、我々はソフトウェアの会社ですで、えー。IoT やコネクテッドビジネスをされる企業の皆様に対してですね、 I o IoT やコネクテッドビジネスで必要となるクラウドのプラットフォーム環境、クラウド環境を提供しております。でただ、えーと、プラットフォームを提供するだけではなくて、すぐに使えるアプリケーションもセットでご提供しております。それぞれについて、ちょっと簡単にご説明させていただきます。まず、IoT クラウド環境についてです。 えー、IoT ビジネスとかコネクテッドビジネスをやろうとしたときにです、ね、必要になるもの、必要になる機能とか仕組みっていうのは、えっと、いろいろあります。まずは、えー、とハードウェアですね、デバイスとかセンサーと呼ばれるものがもちろん必要になってきます。で、まあ、IoT っていうからには、えっと、それがクラウドにつながらないといけないわけでしてそのデバ,イスを管理するデバイスとかユーザーを管理したりあとデバイスから上がってくるデータを管理したりという、えー、クラウドが必要となってきます。 でそのたまったデータを、えー、と実際に使うためのエンドユーザー様のアプリケーションも必要になってきます。でえー、とデバイスは、えー、と日本全国とか、まあ、世界、いろんなところで数百台、数千台、数万台と動いていくわけですので、それを、えー、とカスタマーサポートするための仕組みというものも必要になっています。例えば、お客様からです、ね、データが集まってないんだけども、とエンドユーザーの方からです、ね、データが届いてないんだけれども問い合わせが来たときに、 本当に取れていないのかどうかなどを、えーとまあ、確認したりです、ね、そのトラブルシュートをするためのアプリケーションというのが必要になってきます。で当然、そのシステムというのは24時間、365日、動き続けてくれないと困るわけです。でえー、とモードはですね、えーと、IoT プラットフォームという形で、えー、今ご,ご紹介したようなさまざ、あ、まな機能に対して、さまざまな機能とか仕組みというものをご提供しております。 こちらがそのうちの、まあ、メインの機能っていうんですか、ね、を、えー、いくつか抜粋してきたものになります、えー。左上の方から簡単にご説明させていただきます。えー、まず一番左上にあるのは Core の機能です。モード Core プラットフォームと呼んでいる機能がありまして、これは、えー、とデバイスとかユーザーそしを、えー、と管理するための基盤となります。 でえー、ともちろん、えーと、クラウドにデータを上げるためのエッジ側のソフトウェアというものも必要になってきまして、当社ではモードゲートウェイソフトウェアということで、まあ、すぐに動くソフトウェアから SDK、さまざ、あ、まな形でご提供しております。でえー、とクラウドには当然、データを貯める仕組みというものも管理、貯めておく仕組みというのも必要になってきます。そのデータベースのようなものも当社開発しておりまして、タイムシリーズデータベース。 という名前の時系列データベースですね。IoT のデータに特化した形のデータベースを開発していたり、タイムシリーズデータベースというのはセンサーデータ、構造化データ、数値ですね、数値のデータを主に扱うデータベースになります。その他にもう一つご提供しておりますのが、ストリームデータストアといいまして、非構造化データ、いわゆるバイナリーデータですね、動画とか画像であったり、そういったデータを 管理するためのデータベースというのも開発してご提供しております。でえー、それだけではなくて、まあ、右側、まあ、主に運用の時に使う機能なのですが、えーと、デバイス側のファームウェアをアップデートしたり、まあ、遠隔から更新するための仕組みであるオーバー・ザ・エアアップデートという機能であったり、あとログリクエスターといいまして、えー、と遠隔で動いているデバイスからです、ね、ログを集める仕組み。 なども、えー、と開発しておりますす開発をご提供しておりますまた、えーと、その次はちょっと変わった、ちょっと別の仕組みとなるのですが、た、えー、まったデータをすで、えー、に動いている別のクラウド、別のアプリケーションで使いたいというお客様向けに、k i n e s スマートモジュールといいまして、まあ、AWS 上に構築されているシステムとモードの仕組みを、まあ、シームレスに統合するための仕組みっていうのもご提供しております。 で一番右下の機能、モードマネジメントコンソールという機能が、えー、先ほどもちょっと申し上げましたカスタマーサポートをしていただくために、カスタマーサポートをする方が使うアプリケーションになります。こちらのアプリケーションを使っていただきますと、えー、とデバイスを遠隔から動いているのか動いていないのかっていうのをチェックしたりとか、あと、まあ、デバイスとかに問題が起こったときにです、ね、その問題管理ということができるようになっております。でえーとまあ IoT のプラットフォームって、まあ、これだけ、まあ、いろいろ機能はあるんですけども、これだけではもちろん足りなくてですね、えーとまあ、デバイスセンサーどうすればいいんだとか、じゃあエンドユーザーのアプリケーションどうやって作っていけばいいんだっていう話が必ず出てきます。で、そういったお客様にも対,しし、えー、にも対応できるようにですね、<laughs> モードでは、えっと、さっきの IoT のプラットフォームだけではなくて、すぐに使えるオールインアプリケーションというものをご提供しております。そのうちの一つがです、ね、本日ご紹介させていただくモードモビリティクラウドになります。モードは、えっと、すぐに使えるアプリケーションを、えっと、業種とか業界とかユースケースごとに、えっと、開発してご提供しております。まあ、一番、えっと、ス,タンダスタンダードといいますか、まあ、一番 えとまあ、標準的なものがセンサークラウドというものがありまして、えー、他にはです、ねえー、と工場向けのモードファクトリークラウドであったり、あとロボット向けのロボットクラウドといったようなアプリケーションをご提供しております。で本日ご紹介させていただきます、本日でもさせていただきますのは、その中の、えー、とモードモビリティクラウドというアプリケーションになります。 では、えー、とモードモビリティクラウドについて、えー、とご紹介させていただきます。モードモビリティクラウドは、えー、と自動車や産業車両といったその移動体からのデータ収集と可視化に特化したアプリケーションとなっております。でえー、とこれはどういったものかというと、下の図にあります通り、まり、あ、モードクラウドの上で動く、まあ、アプリケーションなのですが、えー モードクラウドの機能の上にですねさらにデバイスとかあとゲートウェイ、ウェブアプリケーション、まあ、必要となるものをすべてセットにしたアプリケーションになります。えっとですね、えっと、これがあの、まあ、見えますかね、これゲートウェイって呼んでるコンピューターなんですけども、これをまあ車の中に設置していただくと、まあ、その車のデータが。 収集できてで、ウェブアプリケーションで可視化できるというようなものになっております。ですので、えっと、お客様の方でですね何か開発とかする必要はありません。ま,あ、まずは買っていただければです、ね、ですぐにデータ収集を始められるようなアプリケーションとなっております。でえー、後ほど細かく詳しくはご説明いたしますが、これはあのあのカスタマイズとかもで,す、ね、できるようになっております。で お客様の方でで、すね、えーとまあ、これをそのまま使っていただくこともできるんですが、今からデモする画面はですね、そのまま使っていただくこともできますけれども、お客様の方でそのアプリケーションをカスタマイズしたり、デバイスをカスタマイズしたり、えー、はたまた、なんていうんですかね、まあ、全く別のデバイス使ったりということもできるようになっております。はいえー、とでは、えー、とこれからちょっとですね、デモを見ていただこうと思います。まずはデモを見ていただこうと思っています。 えっと、このデモはですね、えっ、ー、と、法人向けの通信型トラレコをイメージしたアプリケーションデモとなっております。で、今からお見せする画面は、そのエンドユーザーの方、まあ、具体的に言うと、その法人で、まあ車両,車両管理、安全運行管理を管理されている方が見る画面です。まあ、その従業員がですね、まあ危険運転しないかなっていう時に、まあ確認するための画面となっております。 では、えー、とちょっと見ていただこうと思います。はいえー、こちらがですねモードモビリティクラウドのログイン画面となっております。えー、とエンドユーザーの方はですねこちらの画面からログインをしていただきます。えー、とログインをしていただきますと,、えー、とグループという画面が表示されます。 このグループというのは、えーとそのまあ、エンドユーザーの企業の中でですね、まあ、部署単位、このモードモオリティク・ロードでは、その車とかユーザーをその、まあ、好きな単位で管理できるようになってまして、グループ管理できるようになってまして、例えば、えー、と営業所単位であったり、事業所単位であったり、物流拠点単位であったりというような形で、えー、と任意の単位で管理することができるようになっています。そのグループというのは、エンドユーザーの方が自由に、えー、と追加変更、削除ができるようになっております。 で今は、えー、とこちら東京オフィスというグループだけが登録されている状態になっています。では、この東京オフィスというグループを、えー、と選択してみようと思います。で、えーと、選択をしますと、その東京オフィスの中にあるですね、えー、と車が、まず車の現在地が、えー、と地図上に表示されます。今、ここにバツがついてますの、ね、で、オフラインという状態にしているんですけれども、実際にこの車が動いている状態ですと、 えとまあ、オンライン状態ですと、この車が実際に動いて,る動い,ていく様子がです、ね、この地図上で見えるようになっております。で右側にはです、ね、直近のイベントの一覧が表示されています。このモードモビティクラウドの標準で対応しているイベントというのは、まあ、危険運転、または眠気疲労、またはボタンとなっておりますが。 えとこちらにつきましては、ですねお客様のプロジェクトに合わせて、えーと、もっと別なイベントというのも管理できるようになっております。例えば物流,物流とかですとそう、まあですねまあ、荷物を積んだり、下ろしたりみたいなものをもし管理したいということであれば、こちらのでイベントとして管理していただくことができるようになっております。で左側がですね、まあ、地図上になんか赤くなったり、黄色くなったりしているところが見え,て見えると思うんですけども、これはそのイベントが起こった場所を。 えーとヒートマップで表示しております例えばこちらの方で、まあ、危険運転って押すと、まあ、危険運転が起こった場所、まあ、多く起こった場所が赤く出てくるんですけどもだったりあと眠気が多く発生しているところであったりあとあボタンというのはですねあこの危険運転とか眠気というのはセンサーが自動的に、あのー、検知して、えっと、集めるデータなんですがボタンというのはですね、まあ、ドライバーの方向けのその ボタンがあります。すみません、ちょっと今日持ってくるの忘れてしまったんですけど、ボタンを押すと、えっとボタンを押した場所が記録されるようになっております。で、えー、っとまあ左側でですね、例えば、まあカメラをつけておいていただくと、あごめんなさい、間違った。っはい、ちょっと隠ついちゃってるかとは思うのですが。 えっとまあ、危険運転が発生したときのです、ね、カメラ画像のようなものも、えっと、記録できるようになっております。これはあの今、かくついてますけれども、えっと、実際の画像はもっと滑らかです。で、えっと この時きに、まあ、どこをどう走ってたのかなっていうのがもちろん見えるようになっていましてここで例えば11月5日13時49分という時に何が起こってたのかなって見たいって押すと、えっとですね、その時きの、まあ、その日その車がどこをどう走っていたかとあとその時のセンサー情報ですね速度であったり、えー このデモのデータだとあとはそうですね、車内環境を集めてるんですけども、まあ、温度であったり騒音であったり CO2 であったりあとはそうですね、この車では OBD2 からまあ車速であったりといった情報もまあ集めてます。まあ、こういった形でその日1日、その車がどう走ってたかっていうのが、えー、とまあグラフのデータで見えるようになっております。 でこのグラフのデータというのはまあもちろんあの拡大・縮小ができるようになってまして、例えば、えー、と午後だけを見たいということであれば、午後だけを選択していただくと、どんどんズームアップして,あの見,ていた見ていくことができるようになっておりまして、まあ、よりそのグラフもです、ね、より細かい値が見えるようになってくるという形です。でここでグラフにカーソルを合わせていただくと まあその時の数値が見えるというのと、あと左側の方で車がちょっとずつ動いているというのが見えますでしょうか。まあ、右側で、えーと、例えばここは13時42分32秒の時の車の位置というのが左側の方で、まあ、見えるようになっておりますで。このデータというのはもちろんダウンロードしていただくことができます。ダウンロードは CSV ファイル形式でダウンロードできます。もちろんちょっとまた細かく説明させていただきますが、もちろんこのデータというのは API でリアルタイムに。 取り出すこともできるようになっております。はい。で、えっ、ー、と今がですね、まあそのホームという画面とその運転履歴と呼んでますけど、その日のかどう車が動いたかっていうのをえっ、ー、と見るための画面となっています。で、そのこのモードモビリティクラウドで管理する。えー 車などをです、ね、その管理する画面がこのアセットという機能になっています。まあ、アセットっていうと、まあ、大体通常の場合はまあ車なんですけれども、えっと、自動車であったり、産業車両であったりするんですけれども、その車である必要はありません。例えばですけれども、そうですねあのまあ、トレーラーであったり、コンテナであったり。まあ 外で動き回るものであれば、まあ、何でも管理できますよというような作りとなっています。でここまあ、管理したいもの、今は、えっと、このデモですと、まあ、2件しかデータ入っていませんけれども、管理するものが増えていけば、まあ、ここで追加、追加、追加してい,っていただくと、えっと、追加することができます、えっと。あと細かい点になりますが、必ずしもモードのデバイスを使っていただく必要はありません。お客様の方でなんかもうでデバイスをお持ちであれば、そのデバイスからデータを集めて、 まあこちらのシステムの方でアセットとして管理することがもできるようになっておりますで。車単位で、先ほどのホームの画面は、ですねそのホーム、例えば東京オフィスの中で何が起こったのかっていうのを俯瞰する画面だったのですが、もちろん車単位でその車がいつ運転されたのかとか、えー、とその車でどんなイベントが発生したのかっていうのが見えるようにもなっております。例えばこの画面ですと、デモビークルっていう車については、 えと9月11日と9月12日に運転されていて、そのイベントとして、まあ、こういったイベントです、ね、が残っているということが見えるようになっております。でまあ、こちらもさっきと同じように、イベントでその見たい日を押していただくと、見えるようになると、より細かいその時の状況がです、ねまあ、見えるようになるという形となっております。 でえー、と続きましてなのですが、えーとまあ、オペレーターの管理したい、ドライバーの管理をしたい、まあ、管理という表現はすみません、正しくはないかもしれませんけれども、誰がいつ運転したのかを管理したいと、えー、いうことにも対応ができるようになっております。それを管理する画面が今、映、えー、しております、オペレーターという機能となります。今、こちらの東京オフィスには、2人、えーとまあ、オペレーター、まあ、ユーザー、ドライバーが登録されています。 でえー、とさっきと同じように、えーとまあ、アセットと同じようにです、ねえーと、オペレーターを選んでいただくと、そのオペレーターが運転した記録であったり、イベントというのが見られるようになっています。この場合ですと、武田は、まあ、11月8日に運転している、まあ、武田はこれだけのイベントを起こしたということがあと見えるようになっております。 こちらも同様に、まあ、日付をラインでいただくとその時どういう運転手なのかなっていうのは、えー、とグラフや地図上で確認ができるようになっております。はいえー、と以上がデモとなります。えー、簡単にちょっと資料の方でもごご、えー、補足説明させていただきます。 まず最初の機能がホームというグループ管理の機能をえとご紹介させていただきました。グループというのはユーザーとかアセット、その車をですね、まあ、管理するためのグループです。でえーとえー、とグループを作っておいていただくと、そのグループ単位で車が、まあ、アセットがどこにあるのかっていうのをリアルタイムに見ることができたり、そのグループの中でどいつ、どこで、誰が、 何をしたのかというイベントが管理できるようになったりしておりますで。アセットについてもご紹介させていただきました。アセットというのは、えー、と IoT で管理したいものを、えー、定義していただきます。車である必要はありません。まあ、コンテナであっても、えー、トレーラーであっても、まあ、動くものであれば何でも管理することができます。 後ほどご説明させていただきます必ずしもモードゲートウェイと一対一で対応している必要はありません。でえー、と本日のデモではです、ね、まあ、車向けのデモでしたので、えー、と属性情報として、まあ、メーカーとかモデルっていうのを、えー、と属性情報として管理してましたが、その属性情報というのは、プロジェクトごとにカスタマイズして、例えば何でしょう、ね、例えばコンテナだったらコンテナ管理番号とかを管理したいとかあるかもしれないですけど、まあ、そういった。 属性情報のの追加ととか変更削除といううもできるようになっております運転記録についても、えー、とご紹介させていただきました。運転経路で見えることっていうのは移動経路であったり、えー、その時のセンサーの時系列のデータであったりあとは、えー、もちろんビデオも見ることができます。これらの,そのデータ センサーデータやビデオについては、もちろんこの画面からダウンロードしていただくこともできますし、API で自分たちのシステムに取り出していただくこともできます。でえー、とセンサーはです、ねまあ、標準で対応していますのが、その移動経度、加速度、あと環境センサー、まあ、OBD2 とかカメラとかど、カメラの動画とかはあったりするんですけれども。 えとこちらのモードが標準で提供してます GA といえば、さまざ、あ、まなセンサー対応できるようになっておりまして、えーまあ、BLE、あと USB、シリアル、あとはなんですかね、まあ、GPIO とかですね、まあ、そういったものがハードウェア的にはついてますので、まあ、必要であれば、えー、ともっと別のセンサーをつないで、えー、もっといろんなデータを取るということができるようになっております。 さまざまなセンサーに対応可能というところが、まあ、普通のまあドラレコとかのソリューションとかと,まあちょっと違うところかなと思ってます。o、は、p、いえー、オペレーターという機能についてもご紹介させていただきますさっきのアセットというのがモノ単位でデータを、えー、と見るための画面でしたけれども、オペレーターというのはその、まあ、ドライバー視点でそのデータを見るための画面となっています。 でここでオペレーターとして登録していただいた方がモ、えードとモビリティクラウドのユーザーとして、えー、とログインできるようになっていましてこのオペレーターというのは、えー、とグループ単位で管理することができますあと権限管理のようなものもありまして標準ではその管理者とあとメンバーという、まあ、2段階ですけれども、まあ、必要であればです、ね、もうちょっと細かい管理ということにもカスタマイズ可能となっておりますで、えー、と本日ちちょっときちんときん えー、先ほどのデモではきちんと進めできなかったんですけれども、アセットと紐付けて管理することができまして、いつ誰が、えっとまあ、どの車を運転したのかっていうのが、まあ、記録できるようになっております。はいえっと、最後にですね、えっと、モード・モビリティ・クラウドのシステム構成、まあ、利用イメージについてご,せご説明させていただきます。えっと、モード・モビリティ・クラウドのまあ最大の特徴としまして、まああの まあ、カスタマイズがすごくやりやすい、まあ、いろんなセンサーにも対応できるっていうのもありますし、まあ、アプリケーション側もいろいろカスタマイズとか、えー、としやすくなっています。えー、冒頭で、えー、とご説明申し上げました通り、モードモビリティクラウドていうのはそのモードの Core IoT プラットフォームに、えー、とデバイスとセンサーと Web アプリケーションを足してすぐに使えるようにしたものです。ただそれぞれぞ それぞれにつきましては、えっとつぼうになっていまして、えっと、自由にまあ入れ替えて使っていただくことができるようになっています。まあ、ここで赤枠で囲っているところはインターフェースですね。ここのインターフェース単位でまあ取り外しができる、入れ替え可能になっているというものになります。具体的な利用イメージを3点ほど、ユースケースをです、ね、ご紹介させていただきます。 まず1点目の、えー、とユースケースなのですが、えーと、車載制御機器、計測機器の RD や IoT 化基盤としての使い方となります。例えば、お客様の方で、えー、と IoT 化できていないんだけれども、えー、とお客様から、えー、とクラウドから、クラウドでデータ見えるようにならないとか、例えばそういったご相談 ありませんでしょうか。まあ、そういった場合ですね、えーと、モードのモビリティクラウドを使っていただきますと、こちらの図に示しますとおり、えー、とそのセンサーだけをお客様側で開発していただいて、クラウド側は、えー、とそのモードモビリティクラウド、モードに任せるということができるようになっております。でえーとまあ そうですね、なので、えーと、その場合ですと、えー、とそのお客様の機器とモードの間は、まあ、USB であったり、BLE であったり、RS232G でつないでいただくという形になります。でえーとまあ、なのでお、お客様が開発を保守すべき範囲は、まあ、そっちらデバイス側だけで、クラウドから先はモードが開発を保守するという形となります。 えっと次のユースケースは、す、え、で、っと、にお客様が IoT のデバイス、IoT 化されている、IoT 対応のデバイスをお持ちの場合のユースケース、イメージとなります。まあ、モードが提供しているこれ、これ、ゲートウェアを使いたいんではなくて、すでにある、えー、通信型とられコハードウェアはそれを使いたいんだけれども、クラウド側は、 そのクラウドアプリケーション側はモードに任せたい、クラウド基盤はモードに任せたいという場合の利用イメージとなります。この場合は、えっとクラウえっと、デバイス側とかそのセンサーというのはお客様側で開発保守していただく形となります。そして、えっと、クラウド基盤やウェブアプリケーション側をモードが開発保守することとなります。その場合は、ですねお客、お客様側のデバイス 側にの側ソフトウェアを、えー、とカスタマイズして、モードにデータをアップロードできるようにしていただく必要があるのですが、もちろんそこに対してはモードが、えー、と使用書であったり、あと、まあ、開発支援含めたです、ね、技術支援などをご提供して、この構成を組むというイメージとなります。また、えーと、逆パターン、最後のパターンが逆のパターンとなります。えーと デバイイス側はモーードに任せたいといとうイメージです例えば、えーとまあ、昨今あの、マースとか言われてまして、その車両から集まる情報を、えー、使った、まあ、ビジネスやサービスというのが広くあの取り組まれている話がありますけども、まあ、そういった場合ですと、えーとまあ、お客様側の方で、まあ、その車両情報を使ったマースのアプリみたいなのを持っている。 ただ、デバイス側はモードに任せたいということが、えー、とできるようになっています。その場合は、えーとそうですね、センサーからそのクラウドまではモードに任せていただいて、そのたまったデータを、えー、REST API や WebSocket、Webhook といった機能を使って取り出していただいて、お客様のサービスシステム、まあ、スマホアプリであったり、まあ、まあいろんなアプリケーションあると思いますけど、も、そういったもので使っていただくという形になります。 はいえー、と本日のご説明は以上となります、えー、ますずモードモビリティクラウド本日はモモードドビリティクラウドについてご紹介させていただきましたモードモビリティクラウドはすぐに使える、えー、とデータを収集して可視化するための、まあ、オールインワンアプリケーションではあるのですがいろいろカスタマイズとかで,す、ねえー、とできるようになっておりまして、えー、そこが他のソリューションと違うところかなと考えております。 本日はちょっと30分という短い時間でしたのであまりちょっと細かいところごとかお勧めできませんでしたけれども、えー、個別デモなどです、ね、あの随時承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。はいえー、と最後、えーね、Q&A にお答えしたいと思います。 はいえっ、ー、とモードモビリティクラウドの画面はカスタマイズできますかというご質問なのですがはいえっ、ー、と可能ですえっ、ー、とちょっと待ってくださいねごめんなさい,さいあのそうですねまあ例えばこの の例とか、まあ、こちらの例とかでも同じなんですけれども、えっと、こちらモビリティクラウドの画面をカスタマイズしたいという場合には、モードに任せていただくこともできます。カスタマイズしてモードがご提供するということもできます。またあの、ソースコードをご提供することも可能です。まあ、お客様の方ですね、パートナーとかいらっしゃって、そっちに開発をし,してもらっているとかいうところは、もしあればですね。 モードからソースコードだと技術支援をご提供して、お客様のほうでカスタマイズしていただくということもできます。はいえっと、続きましてあ、カメラの録画条件ですね、はいえっとえー。デモで見ていただきましたが。 ちょっと実物の、えー、とデータを見ていただくと分かりやすいかと思いますので、実際のデモを見ていただこうと思います。えー、とデータを見ていただこうと思います、えーと。9月12日15時58分、急ブレーキという動画をちょっと見ていただこうと思います。えっ、ー、と、どこだっけ、これかな。 えっとですね、カメラは常時録画状態となっています。でえっと、急ブレーキを踏んだ時に、えっときにその前後約10秒がです、ねえっと、記録できるようになっております。ですので急ブレーキ踏んでから録画開始になるわけではなくてカメラ自体はずっと録画されていて、まあ、踏んだ時間を含む、まあ、前後10秒。 まあ合計20秒のデータを、えー、とアップロードするような形となっております。ただ、この録画条件その何分、前後何秒取るかとかはですねあのカスタマイズできるようになっていますので、えーそのまあ、10秒じゃ足りない、20秒じゃ足りないということがあれば、もっとまあ長くしたり、まあ、短くしたりということはできるようになっております。はい、あとは ハードウェアの開発含め、えー、開発されるかということなのですが、えー、と基本的にはですね、えーと、ハードウェアに関しましては、当社自身がそのハードウェアそのものを開発する、ハードウェア設計をしたり、開発するということはないです。えっ、ー、と、今はですね、こちら、まあ、ビアの Amos825、えー、と AM っていう車載コンピューターを使っているのですが、まあ、そういったものを、まあ、モードが。<laughs> 仕入れてですね、えっとキッティングしてお客様にご提供するというような形となっております。ただまああの台数とかまあ100台100台とかなりましたら例えばビアさんであったり他のパートナーさんと提携をしてそのお客様向けに特別カスタマイズしたハードウェアをご提供するということも可能と考えております。最後導入実績につきましてなのですがそうですねまあ国内 えと国内もそうですし、あとアメリカの方でもまあ何件かあります。で、今の実績ですとですね、えー、とそうですね、まあ、主に、うんまああ、先ほどご紹介させていただいた利用イメージというのは、実際のその導入実績の利用イメージになるのですが、そうですね、まあ、いろいろなケースでご利用いただいております。 まあマウスで使うためのデータ収集として使っていただいたりあとはセンサーの R&D とかですかね R&D 中とかですとそうですねそのセンサーが正しく動いているからデータを計測したいでも R&D 中だからまあ自分たちが別にクラウドはまだすぐにはいらないっていう時にとりあえずその R&D 中のセンサーのデータを集めるための基盤としてまあ使っていただきたいとかいうケースもありますあの そうですね、モノモビティクラウドについてはその1台からまあ数百台、数千台までスケールする仕組みになってますので、まあ、R&D のときは1台だけでいい、まあ、本番のときには100台でやるとか、まあ、そういった形で使っていただいたりとしております。えー、あとはですね。 AWS の機械学習プラットフォームとの連携は可能かということなのですが、はい、えっ、ー、と、可能となっております。はい。えっ、ー、と、そうですね、まず、モ、えードの標準機能として、AWS の、えっ、ー、と、ま、KinesisStream という機能がありますので、それを使って、ま、センサーデータとかを、 そあとは AWS 側でそのまあお客様が作るかモートが作るかというのはまた別になりますけれども、まあ、その例えば機械学習のデータにつない込むということをやっていただければあのできるような形となっておりますえっ、ー、と動画の画質スペックデータ容量の制限についてなのですが えとですねえー、端的に申し上げますと、コンフィグ、まあ、設定ファイルで変更可能となっております、特にあのモードのゲートウェイ側やそのモードのクラウド側では制限かけておりません、ですので、えー、とただ、あのまあ、ご存知のりそり、その通信コストの兼ね配となりますので、まあ、お客様の方でです、ねまあ、決めていただくような形となります。通信コストをかかっ れでも良ければ画質を上げる、まあ、通信コストを抑えたいということでは画質を落とすということを、まあ、デバイス側といいますかゲートウェイ側で設定をして使っていただくという形になりますちなみになんですが本日デモでお見せした、えー、とその標準で使っている標準の設定は、えー、1280の720ピクセルの30フレームでビット トレータッ足し数値はちょっと忘れてしまったのですが、一つのビデオファイルで大たい斜めになるくらい、ちょっとやや高画質よりでデータはアップロードしております。もちろん落とすことはできます。はい、画質いらないということであれば落とすということは可能です。はい、以上ですかね。以上かな。 はい、えっ、ー、と本日はモードモビティクラウドのオンラインデモセミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。えっ、ー、とこちらのですねモードのクラウドライブデモシリーズ本日2回目となっておりまして、今月末にもですねモードセンサークラウドのデモを予定しておりますので、もしご興味あればまたご参加いただければと思います。はい、えー、本日は、えー、オンラインデモセミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。